あの時はちょうど管理人さんが。だ？管理人さん。おや、先日取材にいらした方ですね。あ、はい、そうです。実は追加でもう少し取材させていただきたくて、前に俺が来た時の前後で誰か怪しい人物が来なかったですか？怪しい人物？そうですね、取材に来た方はみんな一癖も二癖も。あ、あなたのことじゃないですよ。いえ、俺以外で。例えば赤い仮面をかぶっているとか。さすがにないですかね？いえ、来ましたよ。確かあなたのすぐ後くらいに黒いフードをかぶっていて。あ、そうそう、困ってるんですよ。本当ですか？困ってるとは。何かの怪しい儀式ですかね。壁に光る変な落書きをして変えられまして、呪文みたいなものですかね。後で気がついてびっくりしました。まあ取り壊すから別にいいんですけどね。見せてください。どこですか？いいですよ、こちらです。だいぶ光が消えていますね。この文字です。しかして、俺が今まで見つけてきたコードの数々は偶然じゃなかったのか？一体何者なんだ？参ります。私の番。よしっと。よっせい。はーっ。いくぞ。このまま押し切れ。よしっと。それ。よっ。吹き飛べ。バレてるぞ。助かった。手加減しません。
危ない。アル、無茶するな。なんだろう。
できました。よし、このまま押し切れ。
た方が良さそう。えっ、困りましたね。行くよ。逃げた方が良さそう。えっ、今です。私の番。そうだな。しません。できました。やっ、はじき飛ばす。私の番。よしっと、燃えろ。気になれ、燃えろ。
手加減しません。できました。準備 OK だ。 大丈夫、私の番。扉を閉めろ。はっ。はっ。団長、お怪我を。また明日ともめ。日に日に強力になっているな。いいか、お前たち、王の場だけは死守するんだ。はっ。団長、さあ手当てを。ああ、頼む。団長、もういいじゃないですか。何？この部屋以外もうマーターズの入り込んでいない部屋はありません。逃げ出さなかったためにこれだけの死者を出し、一体何のための奮闘ですか。国王陛下が崩御された今、この国を継げるのは王女のリリー・ホープス様ただお一人。姫様は今この世界の呪いを解こうとしておられる。そのために天空都市オデュッセイアを目指されているのだ。実にご立派なことではないか。オデュッセイアなど実在するかもわからないものを団長は信じておられるのですか。おい、団長になんてことを。構わない。お前の気持ちもよくわかるからな。私は姫様を信じている。我らにできることは姫様が戻られるその日まで王宮をお守りすること。それが我ら騎士団の使命だと考えている。
団長のお考えは実に騎士らしくご立派です。ですが私にはもう無理なのです。好きにしろ、強制はしないさ。くっ、待て貴様、それでも誇りあるハーティス騎士団の一員か。行かせてやる。しかし奴にはエントマに食われ病に伏した妻と小さな子供がいる。こんな世の中だ、家族のそばにいてやるのも責任ある騎士の姿だ。ですがそれならば団長も。私にとってはお前たち騎士も等しく家族だ。家族を守るために国を守る、それが私の騎士道だ。団長、最後までお供します。たとえこの身に何があろうとも。頼むぞ、姫様は我らの希望を。何としてもあの方の帰る場所をお守りしよう。マリア、必ず生きて帰るからな。姫様、無念です。お守りできず申し訳ありません。いいえ、皆の疑心と攻撃の矛先を父に向けないためならば、私は喜んで牢に入りましょう。それよりも女王亡き今、大臣たちの暴走が心配です。父を、王を守ってください。はっ、この命に代えましてもお守りいたします。姫様、どうか今しばらくお待ちください。必ずお迎えに上がります。何があってもこの王宮はあなたの家、帰る場所です。希望を失われませぬよう。ありがとう、キルスラ。おかしいですね、涙がとっくに枯れ果てたはずなのに。優しくされるとダメみたいです。キルス、これは夢でしょうか。なぜこんな。姫様、キルスラ。姫、姫様、あ、
クチェックワン。キャラクターストワクチェックワン。死ね！Promptly eliminate unknown factors。死ねよ！死ね！腐ったれ！リリー、すっごい力。それにあの口調。あの子どうしちゃったの？まずいな。リリーの構成コードがエラーを吐きまくってる。このままじゃあいつ。こんな運命、ふざけないで！私だって、私だって、私だって。殺す気で攻撃してきてるよ。リリー